ぬふふふ。シャキーン。自動販売機が、こんなんになっちゃいました。お着替えマシーン。そうです。これもあまり使い物になりますと言ったらダメだろ。すみません。夜なので寝ますーますますー。歌うな。おはようさんま、朝からさんまってなんだ？あれだ。なんだ、もういい。しっかりしろー。ゴーレムさん、朝からお疲れです。さて今日は何やるんだったっけ？なんだ、ゴーレムが増えたー。うるさい。こんなに嬉しい瞬間はない。ゴーレムって村人15人くらいでスポーンするんだったっけ？あ、間違えてたらすみません。あのマリサが、知らないことがあるなんて。ふふふふふ。なんだよ、ウィキで調べてきます。はい、ということでマリサがしばらく不在です。今日も元気にやっていこう。よし、今回はサトウキビ畑を拡張したいと思います。バケツ作り。完成。あ、そうだ、バージョン 1.7.2 が出ました。いろいろ増えたらしいよ、特にバイオームが。すごくワクワクしてまする。ふふふ、変なこと言っても突っ込む人がいませんねー。とりあえず、今ある分を収穫。無限水源にしときます。倍速。ちょっと、スコップ取りに行きます。ないじゃん。作りますか。完成。どんな感じにしようかな。ここいらん。昔のクリーパー爆発跡。しきたりわー。とりあえず、ホリホリしよう。わーい、って買いたくなーい。無限水源にしときます。サトウキビ植え植えタイム。ま、こんなもんでいいかな。しまっておこう。あれは、ゴーレムさんたちが会議してますね。怖いからじろじろ見ないでおこう。あ、これ紹介するの忘れてた。じゃあ、すみませんすみません。わざとじゃないんですすみません。ゴーレムさん、おこになっちゃった。後ろから行こう。あれ？ふふふ、私の謝罪を受け止めてくれたんだね。さすがゴーレムさん。まあ一つ言いたいんですが、ここ別に何もないんです。建築センスないの、バレバレですなー。ということで終わりです。あ、倉庫にしよう。さて、家みたいのを建てないと村人増えないから、どんどん家、らしきものを作っていかないとねー。よし、ポラーナにしよう。カットしてもいいんだけど、カットしすぎると動画がすごく短くなるんです。
ちも繋ぎましょう。あ、ゴーレムさんが村人を上から見物してる。勇ましいねえ。あなたは何やってんの？とりあえず、次マップ作ります。1.7 点に来たー。やっほー。まだ、マリサはウィキに苦戦してるよ。お、読み込みの文字が変わった。来た来た。じゃあ、サトウキビの色がー。おお、インベントリもちょっと変わったみたい。タンポポだー。ぬふふふ、早くマップ作って探検したいね。さて、まずはコンパス作らないと。コンパスなんて、パパッと作って作れてねー。いやいや、これは、は、悪い例です。こうだこうだ。そして紙を作るんだ。ふふんのふんと。ぬふふふ。ここで開いちゃいますか。あれ、現在地が端っこだ。マップあんま作ったことねえからわかんねえや。ふふふ、動いてるね。そして次やるのが、マップ拡張です。の前に、もう一つマップ。これは、村周辺の地図として使います。村の真ん中で開いてみよう。ああ、正確にわかんねえから、ここでいいや、端っこじゃねえか。村全体を映したかったのに、どうすればいいかな。おお、柵が綺麗に見える。ひとまず置いておこう。この探検用を最大まで拡張したいと思います。てってれー、拡張してねえじゃねえか。なに、やり方変わったの？コートか？違うか。この勢いじゃ、紙がなくなる。こっちでやったらできたりできなかったり。できない、できない、できない、できない。どうも何かが変わった様子。しかしどのバージョンで変わったかは、わからん。よし。マリサに任せよう。